ああ、こんばんは。ああ、皆様、いかがお過ごしでしょうか。ああ、私はいつもから元気で、今日もから元気です。こんな時間ですけど、まあ、相も変わらず突然ですが、今日もこの町工場のおっさんがなんと、バイオマスゲイラ、青二歳バイオマスゲイラセミナーなるものを行いまーすと。昨日までエネルギー、バイオマスにはあまり関係のないエネルギーについて、申し上げました。一つが化石燃料が今後なくなるということで、新たな化石燃料開発にどの国も躍起になっているんですが、一つ今まで申し上げたのが、一つが新たな化石燃料です。あくまでも化石燃料のエネルギーとして、一つが今注目を浴びているシェールガスですね、シェールガス。そして昨日はカナダ、特にカナダですね、カナダ生産が特に盛んなオイルサンドについて述べました。これいずれも化石燃料で、環境に対する負荷っていうのも結構大きいようですけど、ただ今後いずれ枯渇すると言われているこの化石燃料をなんとか賄うという意味合い、あとは自国ですね、自分の国の優位性を保つためにもやはり必要なのが化石燃料の開発ということで、シェールガス、オイルサンドについて、躍起になっている国もたくさんあるということなんですね。それで、この化石燃料について述べてきたんですけど、この化石燃料の中に石油というのがあります。石油、いずれ枯渇すると言われている石油。で、中東、特に中東で地政学的になかなか危険性がある国でありながら、中東特に偏っているこの石油なんですけど、この石油のおかげで、この電気、ある意味では電気、あるいはですね、この電気以外のエネルギー、一つがですね、燃料ですね、燃料、ガソリン、あるいは軽油等にはその燃料です。飛行機もそうですね、飛行機はジェット灯油で飛んでいきますけど、飛行機、あるいは車、トラック等はですね、自家用車、等はすべて、石油の燃料で走っているわけですね。この石油の燃料で走っている、あるいはですね、石油というのは皆さんが着られている服、あるいは樹脂、車なんかの部品である樹脂、いろんな用途に使われている樹脂等もやはり石油から作られているわけですね。これは石油というのはやはりなくてはならないものなんですけど、ただ石油枯渇する、まあシェールガス、まあシェールガスというガスです、天然ガスなんで、これは別として、オイルサンド、これは石油ですね。この石油枯渇する次のなるものを開発されている、されるということで、石油で、まあオイルサンドぐらいしかないんでしょうけど、この石油にはいずれ枯渇する、最も早く枯渇すると言われているんですが、これにの代替として石油で賄えるもの、石油ので化石、他の化石燃料で賄えるところっていうのは当然あるわけなんですけど、そうすることによって逆に石油の寿命って伸びていくんでしょうけど、ただいずれ枯渇すると言われてるわけですね。いずれ枯渇する。それで、この化石燃料以外ですね、化石燃料っていうのは、これ実際使うといろんな問題、環境に対する負荷っていう、地球温暖化、特に地球温暖化と言われているんですけど、この化石燃料以外でこのないものかということですね。化石燃料以外のもので石油代替のものはないかということです。となるとあるんですね。それがバイオマスです。これがバイオマスなんですね。あるんですね、バイオマス。それも自然から成り立ったものであるということ。それに自然から成り立ったものである。がためにですね、ために持続性がある、つまり永遠になくならないということになるわけですね。持続可能なんですね。これが永遠に持続可能、これがバイオマスなんですね。化石燃料はいずれなくなると言われているわけですね。もう次々と開発はしてるんですけど、いつかはなくなる。それじゃなくて、バイオマスはなくならないと言われているわけですね。バイオマスはなくならない。持続可能循環型、この循環ということでも、このバイオマスというのは優位性があるというふうに言われているわけですね。例えば、廃棄物、バイオマス、有機の廃棄物というのは、これはリサイクルで使えるわけですね。で、廃棄物ではない、要するに、バイオマス、そもそも廃棄物じゃなくて、循環型、リサイクルで使えば、これは廃棄物じゃないとも言うことができるわけですね。
で、この石油に代わるものにバイオマスがある。例えば、すでに最近はもう開発されて実際に作られているのに、バイオリファイナリーですね。要するに樹脂なんですね。自動車部品なんかの樹脂は実際も作られている。あるいは大手メーカーさんは、このバイオマスをふんだんに利用して、この石油の代替としての製品を作っていこうという動きも当然あるわけですね。プラスチックとかもそうですけども、そういった意味合いではこのバイオマスっていうのが変わる、売るであろう石油に変わり得る唯一の製品だというふうに言われています。要するにバイオマスも燃料として使います。当然燃料と石油と同じように燃料として使える。そしてこの製品として物質としても物としても使えるということが言えるわけですね。はい。それで、ただこのバイオマスですね。手前どもバイオマスを推進することによって、持続可能循環型社会形成を構築しようではないかというふうに提案を申し上げているんですが、このバイオマス。ただ、むやみやたらに使えばいいというものじゃないんですね、このバイオマス。バイオマスそのものはですね。それでどういうふうに使ったらいい、どういうふうに使ったらいいか、どう使ったらいいかというのは、やはりある程度の基準になるものが必要ではないかということなんですね。はい。というのは、バイオマスをむやみやたらに使えばどうなるかというと、やはり環境に対しては良くないことが起きる、うるわけですね。実際、この今から申し上げるバイオ燃料、バイオエタノールとございますけど、このバイオエタノール、実際にもうブラジル、アメリカで作られているんですが、一つ、食料競合の問題ですね。食べ物をこれを燃料として作ろうとしている、作っているサトウキビ、トウモロコシですね。あるいはですね、このバイオマスの燃料を作るために、環境破壊を起こしているんじゃないかということ、あるいはですね、バイオマス使うこと自体はですね、地球温暖化に対してはカーボンニュートラル、つまり、酸素を吸収して二酸化炭素を出す。通常はそうですね、酸素を、酸素、これ人間の呼吸だったら違いますね。化石燃料を使うと二酸化炭素が出るんで、これ地球温暖化につながるんですけど、このバイオマスを使った場合というのは、あらかじめ二酸化炭素を吸って、この生物の生き、植物は生きていますから、この植物を使って、この、燃料等に使うんですけど、使ったとしても二酸化炭素は増えないと、要するにカーボンニュートラルということで言えるわけですね。ところが、このカーボンニュートラルであるはずの、この、バイオマスが実際これ本当に貢献しているのか、つまりこの例えばですよ、例えば燃料を作るためにこの二酸化炭素ですね、二酸化炭素存分に出してるんじゃない、製造工程で存分に出してるんじゃないかという問題もやはりあるわけですね。それでですね、やはり日本だけじゃないです。これは日本だけじゃなく、特にヨーロッパは特にですね、このバイオマスについては従来から進んでたんですけど、それぞれ基準というのを設けようとしているというか、設けてるというか、今後もまた変化していくんでしょう。いろんな議論がされているわけですね。それで日本もやはりこのバイオマスに関しての、特に今回申し上げるのはバイオ燃料ですね、燃料。燃料ということに関してのこの基準ですね、接続、持続基準というの、持続性のある基準というのをやはり設けるべきではないかということで、設けられています。一応じゃないですね、2010年の3月に、取りまとめということで発表されています。これは経産省ですね、経産省が主体となって取りまとめて、これを発表されていると、報告されているということです。それでそれについての説明を何回かに分けて、説明を行おうというふうに思う次第でございます。ちょっと私眠そうな顔してるの、実際眠たいんですね。いかんですね、説明しながら寝るかもしれませんけど、その際起こしてください、ぜひ起こしてくださいね。で、今から説明します。今日は前置きとしてですね、概略、実際どういうものかっていうのを概略を説明しようというふうに思います。起きてますか、私。はい、それでは始めます。で、バイオ燃料導入に関わる持続可能性基準というのが定められている、検討会で取りまとめられたんですけど、これが2010年3月。
具体的にバイオ燃料ってどういうものがあるかというと、皆さんご存知でしょうけど、バイオエタノールとかバイオディーゼルとかバイオガスですね。バイオガスはこれメタン発酵でガスを起こすんです。バイオディーゼルはこれは油ですね。バイオ油です。そしてバイオエタノール、これは、作るんですね。石油燃料を作る、ガソリン等を作るわけなんですけど、これ、ですね、日本は食料供給の問題があるので、気筒のセルロース製から作るべきだと、まあ、それを具体的に今後述べていくんですけど、で、背景ですね、背景、バイオ燃料が近年、環境対策の一環として各国で導入が進んでいるわけですね、バイオ燃料。やはり環境ですね、最も大切な環境、環境を悪くするとやはり私どもの世代も、暮らすのに影響があるわけであって、悪影響の悪い影響ですね。で、これは日本だけど全世界そうですし、やはり環境というのは大切であるということ、でカーボンニュートラル、地球温暖化対策ですね。バイオマスというのは二酸化炭素 を排出するんですけど、前もって吸収しているわけですから、それでプラマイゼムでカーボンニュートラルと、それは地球温暖化対策であるということ。そしてバイオ燃料、今回バイオ燃料ですから、運輸部門の石油依存の軽減ですね。石油依存なくなる。ただこれ使うとですね、地球温暖化の CO2 を排出する、あるいは何があるかというと、ノックスソックスの問題もあるわけですね。そういった問題で、なるべく使わないでおこうということでの運輸部門の石油依存の軽減が図れるんじゃないかということで、バイオ燃料ということを注目を浴びてるんですが、実際なかなか進んでないですよね。ご覧のとおりね。はい。で、地球温暖化対策削減効果の評価、地球温室効果ガスか、温室効果ガス削減効果の評価、なぜこんなことを言うかというと、森林破壊、食料供給、持続可能性というのを十分に考えられているかということでの、違いますね。これ、温室効果ガス削減効果の評価、これ別物ですね。これに伴って、森林破壊、食料供給、持続可能性というのも十分考えられなくちゃいけない。ちょっと言葉変ですね。要するに温室効果ガスのきちんと評価をしないといけないということ。で、森林破壊、食料競合との問題を引き起こしてないかと。それと最も大切なことに、やはりバイオマスは持続可能であると、永遠に続くものであるということが必要であるということ。その辺も考慮した上で、これ、検討会で取りまとめたということです。で、海外に目を移すと、実際にこのバイオ燃料ということに関しては、EU で再生可能エネルギーの指令ということで、いろんな方策が出てます。あるいは、イギリスですね、イギリス、英国であれば RTFO、米国では RFS、あるいは GP、EP、ISO で議論が実際に進行していると言われている、進行しているらしいです。らしいんですね、はい。それで日本もやはりこの基本的な取りまとめと必要ではないかということで、エネルギー供給構造高度化法基盤となる科学的事実、基本的な考え方の取りまとめ。なかなか難しい内容、というか文章が載ってるんですけど、私もよく読んでるようわからないんですが、とにかくバイオ燃料に関しての取りまとめは必要ではないかということだと思います。で、それに伴って基準となる科学的算定、基本的な考えというのをやはりと、前面に、というか、前面にそうですね、押し出していく、前面に押し出すというか、表現おかしいですね。これを取りまとめをやはり報告きちんとしておかないと、やはりバイオ燃料の開発に関しての基準がないことになかなかやりにくいということを言えるんじゃないかということだと思います。で、その取りまとめの内容ですね、中身を大きく、4つに分けられてました。4つに分けられています。 GHG 排出量、これ地球温暖化ガスの排出量ですね。この基準というのをですね、きちんと定められなくちゃいけない、あるいは食料競合の基準ですね。で、生物多様性、これ環境に関しての生物多様性の最も重要な部分を占めるんじゃないか、生物多様性。そして経済的供給安定性ですね。バイオマスの一番ポイントなのが供給安定性というのも、特に最近では牧畜バイオマスの発電等ございますけれども、これについても供給ですね、供給面の安定が必要不可欠であるというふうに言われているわけなんですけど、こういった4点からこの取りまとめ、バイオキット、バイオ燃料の導入に関する基準というのを考えています。サイナージョンの取りまとめでございます。いい方言でいいかな、こんなご興味ありますか。まあいいです、私勝手に整理してるわけですから、まあ自分の考えをまとめるという意味合いで、この説明するという大きな意味合いがありますね。はい、それでは今日はこれで終わります。皆さん、これもよろしくお願いします。さようなら。よろしくお願いします。さようなら。バックバイジェン、大ジェン。さようなら。シェチェ。